準備です。だから私が初めてステージでパフォーマンスした日だからすごい感慨深い。劇場公演はさ、まあわかる、なんだろう、劇場公演、劇場デビューって感じだけど、劇場デビューの日ももちろん大切だけど、私にとってこの9月2日も結構初めてのステージに立った時だから、あの時あのね、人の多さにとても感動したんですこんばんは。なんかとか、2期生とドラさんのお披露目で、なんか先輩がいないから、なんかお客さんどれくらい来るかなみたいな話をしてたけど、なんかそばセンターって結構広くて、バンダイシティのあのね、たくさんいたんですよたくさんいて、なんか遠くにもいたんです。本当にこんばんは。しかもそれも NGT のファンの方だけじゃなくて、新潟の人、結構ラブラとかちゃ、それこそラブラ2とか近くにあるからお買い物してた人とかも多かったと思うんですけどそう、多かったと思うんですけど、私のね、学校のお友達とか来てたみたいで、なんかいたみたいで、結構なんだろう、そうだからね、そう、私のお友達とかもいて、それでなんかくっつき虫を学校で真似された覚えがあるくらい新潟の友達、同じ学校の子でくらい、本当にいろんな人が見に来てくださったステージだったなって思います。あとね、その日はね、家族も見に来てて、だから家族も私の初めてステージ見たこの日だったと思う。こんばんは。あ、お兄ちゃんいましたよ。全然いました。兄やん、なんならコール打ってた、コール打ってた、ミックス打ってたと思うバラありがとうございます。ミックス打ってました、お兄ちゃん。あのさ、後ろの方にテントがあってさ、そこでニーヤいた気がする。おばあちゃんも見に来てた、ママも来てた、パパも来てました。あとお兄ちゃん握手も並んでましたよ。私のお兄ちゃんとおじいちゃんとおばあちゃん握手並んでましたキャッチフレーズも3年前にちゃんと皆さんに伝えたかも、伝えたって初めてやったかも。クリアありがとうございます。でもちょっと裏話って、裏話でもないけど、私のくっつき虫じゃない私のあのさ、何キャッチフレーズってさ、みんなのハートにくっつき虫、青の笑顔で雲一つない青空にしますっていう、そこまでがあのキャッチフレーズなんですよ。くっつき虫、青の映画で雲一つの青空にしますがワンセットなんですけど、私あの何、キャッチフレーズを初披露する日に、その青の笑顔で雲一つの青空にしますを忘れちゃったの言い忘れちゃって、そうだからお披露目の時はみんなのハートにくっつき虫、ありがとうございますって終わってた。懐かしい。しょっぱなからキャッチフレーズを間違えたっていうだからその次いつだろう、劇場公演とかでもないか、なんかその後にちゃんと言いました。懐
かしいキャッチフレーズとその募集した何がいいと思いますかってなんかもう考えるのすごい苦手で、あとねキャッチフレーズあれもあった、なんかピアノ関連にするかみたいなのも考えてました。でもなんかやめたけど、握手する前にあの日めっちゃ暑かったもんね。今日さ寒涼しかったけどさ3年前めっちゃ暑かったよね。超覚えてる、めっちゃ覚えてる。こんばんは、ね、あとね3年前の今日おばあちゃんにお疲れ様の3000円のあのお小遣いもらったのも覚えてる。こんばんは。お蔵入りしてキャッチフレーズでもなんかあんま覚えてないんですよ。なんだっけ、なんか青のなんか響かせますみたいな感じだった。なんだっけ、なんか響かせますみたいにのがあったんですけど、あのあったんですけどそれはなくなった。まだ残してないね。その3000円は携帯ケースを買いました。当時もらってすぐに。それでだからもうその3000円は残ってないけど、あの携帯ケース買った覚えがある。こんばんは。3年前懐かしいな。なんか思い出す。こんばんは。なんかめっちゃ私暑かったな。携帯ケース、あのその携帯ケースは私その時端末 iPhone6 とかだったんですよ。6とかでその年の年末に携帯変えちゃったから、その携帯ケース使ってたのはね何ヶ月2ヶ月3ヶ月くらいでした。また戻ります、いってらっしゃい。暑かったのに黒マスクしてたのが悪かった。なんか今はマスクするの当たり前だからさあれだけど、そうだよね、その時はマスクしなくても大丈夫だった。いやでも本当に暑かったあの日。25日おしゃべり会、あと10、ありがとうございます。本音おしゃべり会ありがとうございます、ね、ちょっともうすぐなんか最近予定が詰め詰めだったからあれだったけど、あさっておしゃべり会なんですよね。嬉しいこと。今は TR 使ってます。でもそろそろ変えたくて、でも iPhone って自分でどう買ったらいいか分かんないんだもん。芸能人は普段からマスクしがち、私そんなことなかったです。そうユナコと同じ例だった。懐かしい懐かしい懐かしいな。握手会とかもうすごい、うん、なんかでもそれでさ、私さ今日思ってさお披露目の写真見た時にさ、なんか先輩一期生の先輩がなんかもう最後の方に登場してきてくださって、そのお披露目の日にね、でそうその時になんか私たちの中で
加入して3ヶ月くらい経った時だったけど、まだ先輩がちょっと何同じグループの先輩だけど、まだちょっと何天の上の存在みたいなイメージがあったなって思い出して、でもなんかその先輩と今はちゃんとなんかね、時間も経って大きくなって、なんかすごい何ちゃんとね一緒に NGT48 と活動できてるなみたいななんて言うんだろう、すごい思った。なんかそのいい意味で先輩と後輩の距離が縮まったんだなって思ってあ、そう、あのお披露目の後ろに書いてある文字が野江さんがあの書いてくださった文字なんですよ。めっちゃ字綺麗ですよね。こんばんは。だからもういろいろ思い出いっぱい。あとはね、マネージャーさんが泣いてくださったのがすごい覚えてるこんばんは。研究生担当のマネージャーさんがすごい泣いてくれたのがめっちゃ覚えてるマネさんがですよ、マネさんがこんばんは。10月のおしゃべり会追加で撮ってありがとうございます、ありがとうございますそう、でもなんかその時はさ結構なんだろう、何なんかパフォーマンスっていうのがどういうものか分かってなかったし、なんかもうただダンスを間違えないで、立ち位置も間違えないで、あとはもう全力でやるみたいな、まあ、今もそれが一番大事にもちろんしてるけど、なんか何本当にもうなんかすごいそうだったなと思ってだからなんか多分ねお披露目多分なんか見たいな、すごいパフォーマンスも変わったと思う変わったと思うけど、でもなんか私結構なんだろう、公演をさやるごとに誇りの丘の初日とか夢品の初日とかなんかそのさ区切り区切りでさなんかパフォーマンス変わったなって自分で思うとこがあって、多分そのお披露目のパフォーマンスは一番なんだろう、あの私の一番下の部分なんて言うんだろう、もう第一段階のパフォーマンスで、なんか今結構なんだろう全力みたいな全力で汗かくみたいな、すごいジャンプするみたいな、そういうイメージが多分あるんだと思うんですけど、それはねあの研究生公演始まってからなんですよね。クリありがとうございます。そうだからお披露目の時は結構なんだろう、まだねおとなしめなパフォーマンスだったとは思うそう、何かの曲でセンターしなかったっけ、それは2期目かな、お披露目の時はねしなかったです。どうせもちょっと悔しかった時はあったでもセンターしたのは2期目のマックスかな、でもあれはあれよね、じゃんけんのあれだからあれだけど、そう、しかもさなんだろう、
そのさ、なんかアイドルってやっぱりポジション決めがあるってさ知ってたけどさ、知ってて、多分そのお披露目の時のポジションのやつが一番最初に何経験したポジションのなんて言うんだろう発表みたいな感じだったから、あーこういうことなんだなと思ってすっごい思った覚えがある。そう、って思った覚えがあるけどって思ってる。なんか懐かしいな。でもその時はもうなんかもう毎日毎日レッスンして、毎日学校終わりにレッスン行ってみたいな、そんな感じだった。懐かしい、本当に懐かしいの変わる変わらない前に、多分あんまその3年前になんかちゃんと考えてなかったと思ういや考えてたとしてもあんま覚えてないんだけど、なんか今はなんだろう、結構なんか割と深く考えるようになったんですけど、ちゃんと自分の中でのできる限り客観視してから、今はこうこうこうだからこうこうこうしようみたいな感じで、なんだろう、お仕事があったりするときとか、なんか外でお仕事させてもらうときとか、そう考えてからお仕事に行くように最近してるんですけど、その時はね考えてなかったと思う。考えてた、いや考えてた、考えてたけど、なんかもう悔しいから頑張ろうみたいな、なんかちゃんとダンス頑張んなきゃ、ちゃんと立ち位置覚えなきゃみたいな、ちゃんと振り覚えなきゃみたいな、もう本当にその初歩的な考えしかまずしてなかったから、なんかって思う。そこでなんか何めっちゃ、私は今まだ入ったばっかりで、こうこうこういう感じだから今日のステージはこうこうこういう感じでいこうみたいなのは、考えてなかったって、そう、抽象、めちゃめちゃ抽象的でした。頑張ろうって思ってました。とにかく頑張ろうと思ってたそう、出る前ありがとうございます。でもやっぱりその初期の頃はなんだろう、まあ、ステージにまずちゃんと立てるようにならなきゃいけないっていうのがまず目標だったから、明確にみんな同じでちゃんと決まってたから頑張りやすさはあったかもしれない。なんかなんだろう、こうならば出れるみたいなのではないけど、なんかそういう中のがなんか自分ではあったから、頑張りやすかったのは安かったのかなって思います。そう、まあ、でも初期ってどうなの、がむしゃら感が、なんかそう、でもなんか2期生結構何パフォーマンスがなんか何こなれてるって言われてたんですよこれはなんかあれなのか、なんかすごいなんかダンスの先生とかマネージャーさんとかになんか初期の頃初期の頃ね、なんかいやダンスは上手なんだけどちょっとこなれてる感が出てるからみたいなって言われて、それでいやどうしようってみんなで話して、でもうがむしゃらに、もうわけわかんないくらいがむしゃらにやろうみたいな
いう風になって、多分そっから私のなんか全力な感じが、ね、パフォーマンスで出たのかなと思うかもしれないけど、こなれてるって言われてだから多分それもあったから、多分研究生公演のあのすごいジャンプ力がみんな身についたんだと思う。そう、こなれてる感があるよね、ニキってみたいな言われて、こなれ、なるほど、そっか、私たちはまだ入ったばっかりだからフレッシュさはがなきゃいけないってで思ってた。そう、バレエが出ちゃったの。それがね、23分になっちゃった。バレエが出ちゃったのもすごくあって、私バレエちょっとジャズダンスかじるくらいしかダンスやってなかったから、バレエはずっとやってたけど、はい、ありがとうございます。だからなんか踊るってなるとどうしてもなんかちょっと静かめに踊る癖があって、それを直すのが大変でもな、大変、なんか自分が思ってる以上にがむしゃらにやんなきゃいけなかったから、それはちょっと頑張った感じはある。こんばんはそう、なんかバレエ、なんだろう、自分で言うのもあれだけど、結構なんだろう、振り入れとかに割と慣れてて余裕があったのは確かに覚えてるけど覚えてるけど、多分それがあんまり、多分フレッシュさがないにつながってたのかもしれないって思います。だから夢しなの時とかも割とその先輩の中でアンダーとかで公演出る時は結構ずっと何、研究生らしさを意識してっていうか、本当に前よりフレッシュで行こうみたいなとこはありました。あ、思ってた、アンダーに入る時とか。今はやっぱ昇格してから結構それも変わったり、実際分かりやすく変わったかって言えば分からないけど、ちゃんとなんだろう、もうみんな、あ、すいません、みんななんかみんな同じとこ一気に関係なくで頑張ろうみたいな感じにはなってる。すごいパフォーマンス的には。そう、でもなんか懐かしいね、すごい。でもやっぱりその3年前の今日はやっぱり私お披露目、初めてステージで立った日でもあるし、まあ私のパフォーマンスの原点といっても過言ではない、いや実際そうだと思うんですけどかなって思います。そう、ね、そんな感じで、そんな感じで明日の夜ご飯を発表したいと思います。すごいちょっと今日は早いですね。そう、はい、あ、チャーハンの絵描こう、描きます。明日の夜ご飯を発表します。うん、どうしようかな、明日どうしようかな、うーん、チャーハンの次の日でしょ。じゃあね、どうしよう、ゆで卵はこの前食べたし、餃子もちょっと中華中華だし、決めました、いきます明日の夜ご飯はチャカ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 チャン
トマトです。トマトです。トマトと唐辛子、辛いしめじ、じゃがいも、ポテト、モロヘイヤ、モロヘイヤ、野菜大好き、好き。はい、ということで、明日はトマトでリコピン、リコピン、リコピン、リコピン。はい、明日の配信時間を発表いたしたいと思います。明日の配信は、時間はジャグ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 ジャン、夜の20時から配信します。20時です。今日と同じ、明日は1時間します。あ、この歌はあれですよ、花かっぱの歌です。トマトと唐辛子、辛いしめじ、じゃがいも、ポテト、モロヘイヤ、モロヘイヤ、野菜大好き、好きです。はい、ということで、スクショタイムをしたいと思います。撮れました？あのトマトです、これ。はい、ということで、今日のランキングを読みたいと思います。こうよいしょ、いきます。13位、青森からさん、ありがとうございます。12位、おきゅうとさん、ありがとうございます。11位、ゆうさん、ありがとうございます。10位、なつきさん、ありがとうございます。9位、ぽんぽんさん、ありがとうございます。8位、まーくんさん、ありがとうございます。7位、ふくちゃんさん、ありがとうございます。6位、ボーイングさん、ありがとうございます。5位、にしさん、ありがとうございます。4位、じんさん、ありがとうございます。3位、しろさん、ありがとうございます。2位、お披露目3周年おめでとう、たぶんあおちゃん推し3周年ありがとうございます。1位、よっくんさん、ありがとうございます。皆さん、今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。ということで、おやすみなさい、ありがとうございました。また明日バイバイ、ありがとうございました。またねー。 ちょっと。